おはようございます。こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで、今日も元気にドラゴンクエスト5、天空の花嫁実況プレイしていきたいと思います。さて、前回はですね、ここ、アイリスの女王様に会いに来たので、そこでですね、今いる大陸の、さらに東に、パパスが昔治めていた国があるという話を聞きました。今回はその国にね、行ってみたいと思います。まず一休みしてから行きましょう。グランバニア王国っていうね、あのドラゴンクエスト5の一番初めのシーンで、多分豆腐が生まれたところだね。それがあるみたいです。すげえ楽しみ。行ってみたいね、早く。地下がある。旅の吟遊詩人です。この城に来てみて驚きました。ね、すごいね、勇者のこと語り継がれてるよね、ここ。え、なんて豪華なお部屋なの？ただ壁がないね。パーテーションを用意しておいてくれるといいんじゃないか？さあ、そしたら行きましょう。どこっつってたっけ？東？あ、こっから行けないんだ。ケムケムベス。なんやこいつ。かわいいな。待って、船置く場所ミスってちょっと遠いかもしれん、船が。そしたら、一回これルーラでさ、ルーラで、サンタクロース、テルパドールに飛ぶじゃん？そしたら多分この右下に船が来てくれるんじゃないかな。どうですか？あ、来ないんかい。しゃあない、自分で行きましょう。オークと炎の戦士。はい。オークはさ、ザオラルとか覚えてくれそうだから仲間になってくれるとめっちゃ助かるけど、ザオラル覚えてくれんのかな？オークといえばザオラルのイメージがありませんか？多分モンスターズやってる方はね、なんとなく分かってくれる気がするな、これ。さあ、どんどん登っていきましょう。あー、そこだね。オーク、ベホマスライム。ベホマスライムも仲間にしたいね。ベホイミとか、ベホマとか、とにかく回復系が欲しいよね、今。会心。さあ、ピエール、豆腐。よいしょ、メタリン、いい感じ。いいんじゃないですか？そしたらさあ、ノリーノ、東って言ってたよね。ずっと東、あれこれ？え、これあれもうあれあんな近く？あ、違う、あれメダル王のとこだ。メダル王の城が南東にあるって言ってたわ、そういえば。びっくりした。もう目と鼻の先やんと思ったけど。さすがにそんな近いことないね。さあ、深海竜が力貯めてく。よいしょ、よいしょ。よいしょ。強えんだな。絶妙にな。さあ、経験値上がって。お、ビアンカがレベル上がっていく。ビアンカやっぱさ、力がほとんど上がんないね。物理キャラじゃないな。当然だけどさ。ちょっと想像以上に守備力がないかもしれない。さあ、メダル王に会いに来よう。会いに来ようとか会いに行こう。小さなメダルちょっとは持ってるよ、俺。なんかくれるんじゃね、今の時点で。幻の名産品。この前偶然出てきたあれのことじゃろうか。あれの使い道考えてみたんじゃが、いまいちで。つい前までは玉座に敷いて座っていたのじゃが、尻が痛くて。宿屋の女将が使いたいというので開けてしまった。あれって何？ちょっと待って。そうそうそう、小さなメダルね。あ、交換スタイルなんだ。なるほどね。え、メタルキングの盾とかあるやん。やば。じゃあ待って、ちょっと待って。いや、特産品の話しよう。宿屋のおかみさん。おかみさん、特産品。あれはダメね。漬物石代わりにしたら重すぎてお漬物が粉々。まな板代わりにしたら包丁ボロボロ。銀行のおじさんにあげちゃった。こっち？おかみさんからいただいたものを頑丈にして、頑丈なのでとりあえず盾に加工してみた。重くて装備できない。外に捨てちゃいました。なんだ？何その幻の特産品って。あれのこと？あ、違うわ、これのこと。何これ。いや、ただの鉄仮面だ。まあ、ただの鉄仮面って表現も合ってるか分かんないけど。年寄りにはちょっときついの。夜の灯籠流しはこれか。巨大なメダルが落ちている。誰か助けてあげますか。はい。
ああ助かった。ありがとう。僕あれで体を鍛えようとしたんだけど下敷きになっちゃって。ここに置いておくと危ないから持ってってよ。ほらほら。スライムは大きなメダルを強引に押し付けた。豆腐は大きなメダルを袋に入れた。死ぬほどいらん。死ぬほどいらん。死ぬほどいらんもん押し付けられた。おい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 。ゴミ処理かい俺は。やめろやめろ。やめとけ。本当に。待って、装備とかできたりしない？念のため。念のためって表現もおかしいけど。鉄の盾は？ピエール装備していいよ。ピエールに装備させて、待って。鉄の盾装備すんじゃん？で、大きなメダルどこ行った？大きなメダル。巨大なメダル。インパス。名産品、盾として身につけることもできるようだ。これを装備できる者は一人もいない。誰も装備できなかったらそれはもう盾じゃないんよ。それはもう盾とは言わんのよ。これか？この大陸にグランバニアがあるのか？深海竜が出てきた。メタリン殴っていく。ビアンカ。いや、深海竜強いね。よいしょ。ブーメランいいね。痛い痛い。よいしょ。いい感じ。待って。あー、ちっちゃな村があるよ。グランバニアはどこ？何この村。え、すごいね、この村。世界中っぽい。ここから北に行くとグランバニアの国。へえ、高い山を越さねばならない。な、そうなんだ。なるほどね。ここはネットの宿屋。ネットの宿屋。すごいね。これからグランバニアに向かわれるのですが、しばらく前にあの辺りを旅した時嫌な気配を感じた。お気をつけて。了解です。そうか、簡単に行けないんだ。山越えしないといけないんだ。了解。この下行けるの？微妙に行けそう。あ、スライムがいるよ。チス。ネットの息子さんが一生懸命刺繍をしてた。へえ、ネットの息子さん？会いに行ってみる？あれでもさ、今の場所がネットの宿屋って言ってなかった？ここじゃないの？ここの息子さん？旅はいいや。どっかにいるのかな、村の。挨拶だけしてみるか。すごい、綺麗。おばあちゃん、こんにちは。私はネット、このオーナー宿のオーナー。人は自然と共に生き、大地に帰っていく。素晴らしい価値観ですね。スゴロク剣。さあ、またくるりと回して、のぼ、ちょっと、いろいろ見にくいね。あれ？でもさ、もうなんか行くとこなくなっちゃったよ。本当にこれだけか。まあいいか。これ下とかなんかないのかな？裏側も特になさそう？ああ、なんもないね。ってことはこれこのまま山越えればいいのか。じゃあ行きましょうか。これか。ここを越え、あ、今お城見えた。行こう行こう。この山を越えるとグランバニア。道は険しいぞ。登りたいだけならやめた方がいい。ついにあなたの故郷が見られるのね。私は平気よ。さあ行きましょう。行こう。ありがとうビアンカ。一緒に行こう。なんか宝箱ある。あ、もう早速モンスターがって。いやー、魔法ジジイすぎる。なんやこの見た目。ピエール。そしてちょっと強いぞ、魔法ジジイ。悩むなぁ。キラーピアスメタリンにやって衝撃で一人落としたい感あるなぁ。あんまりゆっくり戦ってもしょうがないしね。まあ、ただ全体攻撃してくれてるおかげで安定して必ず一人一人落とせていけてるっていうのあるんだよなぁ。なんかピエールさ、呪文聞きにくくない？そうでもない？よいしょ。ちょっと苦戦するね。若干苦戦するわ。まあしょうがない。行きましょうか。
よいしょ。よっこいしょ。ダックカイト、空飛んでるよ。どう考えてもあいつら自分で飛んでるというよりは上昇気流とかに乗って飛ぶタイプの見た目なのに、なんだんだプカプカできてんの。さあ、行きの、あ、宝箱。はあ、550ゴールド。まあまあっすね。グランバニアに着いたらちょっとさ、防具一新しようか、武器とかも。少し限界かもしれん。結構火種が大きくてしんどいわ、今。さあ、ピエール。いや、やっぱさ、メタリンの全体攻撃いいよな。それのおかげでさ、ピエールとかビアンカの攻撃でちゃんと落とせるから。まあでも結果変わんないのかな。ピエールとビアンカで一人落とすって考えたら、まあ敵の数次第か。まあそらそうか。ブーメランどうなんだろうね。もう一段階強いブーメランがあってくれたらいいんだけどな。マットドラゴン強そうじゃない。ドラゴンマットか。さあ、よいしょ。魔法ジジイが強いよ。魔法ジジイだいぶ耐久ある方だね。よいしょ。宝箱開けて、あ、小さなメダルありがとうございます。ただなんかさ、ドラクエ5の小さなメダルはさ、消耗品というか、なんかね、交換するんだね。なんか何枚集めたから何がもらえるとかっていうよりは、どっちかっていうと何枚集めたら何と交換できるみたいな、そういう感じなんだね。ビアンカ、ピエール、ベホイミ。いやでもピエール一人いてくれるだけでだいぶ助かってるな今これ。マジでピエールがベホイミ唱えなかったら、つどつど豆腐が唱えなきゃいけないもんね。ピエールレベル上がって MP3、 キアリク、あ、いいね。スライムナイト、なんかさ、ナイトっていうぐらいだから攻撃系かと思いきや、かなりちゃんとさ、物理ダメージ出してくれるよね。はい、ってことで行きましょう、この洞窟に。こっちかな。うわー、デッドエンペラーマジで強そうなんだけど。普通に強そう。メタリン、ピエール、よし、ナイス。リントブルも落としていく。デッドエンペラー硬いね。うわ、イカズチの杖か。ギラと同じダメージだったっけ。ベギラマか。物理攻撃もまあまあやるな。強いなこいつら、結構強いわ。でもこれで一体落ちるから、そしたら豆腐ベホイミでビアンカ回復しよう。よし、したらピエールが多分ね、豆腐を回復してくれるはず。強いね。普通にダメージが結構痛いわ。大丈夫か、ここ乗り越えられるかな、このダンジョン。177。さあ、そうしたら上に行くのか。死神兵、いやー悩むなー。メタリンにキラーピアスか、ビアンカにキラーピアスか、すげー悩むなー。これビアンカとメタリン呪文使うのやめよう。作戦が A、 ビアンカガンガン、メタリンもガンガン。多分洞窟の中でボスと当たることはないから、結構難易度の高いこの洞窟は MP 温存せずに押し切っちゃおう。あ、なんか神父さんいたよ今。よし、そしたら多分ね、メタリンがね、そうそう、敵の数によってメラミとかをね、多分使い分けてくれるはず。よし、ビアンカもね、メラミ使えるんだったらめちゃめちゃいいね。かなり火力が出るわ。こんにちは、旅の神父。一人旅というのは心細いんですな。一人旅なんてやめた方がいいんじゃない。危ないよ実際さ。どんだけ強くてもさ、一人じゃ結構しんどくない。デッドエンペラー強いんだけど、マジで普通に結構強いんだけど。メタリン、メラミ、豆腐攻撃、イカズチの杖。いやー手強いね。デッドエンペラーがデッドすぎる。お、レベル上がった。誰だ、チロルか。そっか、馬車にまだいるもんね。ってことは馬車のメンバーうまく使えば意外と乗り切れるか、ここ。さあ、あれ、宿屋、
あら、大丈夫ですか？お連れの方の顔色が優れないようですが。なんでもないわ。ちょっとだけ気分が。心配しないで。大丈夫。え？なんか怖いよ。え？え？これはいかん。とにかくベッドに運ぼう。うちのやつ使うといい。おい、人が倒れた。待って待って、ピアンカ、どうした？おい、東方、お前そんなノロノロ歩いてる場合じゃないよ。高熱？特に熱はない。ただの疲れかもしれん。とにかく今日は安静にしていなさい。では私はこれで。え、大丈夫か？大したことがなくてよかったですな。あなたの奥さんですか？いや、べっぴんさんだ。大事にしてやってください。大丈夫、ビアンカ。ごめんね、心配かけちゃったね。もう大丈夫よ。なんか眠くなってきちゃった。少し眠ればお休み。全然眠るのはいいんだけど、体調は大丈夫かな？あ、なんか元気そう。おはよう。もう元気出たわよ。だってもうすぐ豆腐のふるさとが見られるんだもんね。さあ行きましょう。あ、本当に大丈夫？無理しない方がいいんじゃない？マジで。いや、でも置いてくわけにもいかないしな。もうだってね、戻るにしても洞窟出ないといけないし、ありがとう、助けてくれて。女なしでは辛いものがあった。そりゃそうだよね。ごめん、ビアンカ。無理させてたのかな。ちょっとじゃあ乗り切るまで辛抱してよ。そしたらパーティーから外すわ。え、めっちゃしっかりしてるんだけど、ここ何、ここ、すごっ。じゃあ武器変えようよ。まどろみの剣、炎の爪。あー、炎の爪誰も装備できん。変える選択肢がねえわ。防具はいいんじゃない？ブラッドメール、特殊効果ない。レースのビスチェ、ほぼ変わらん。シルバーメール、若干上がる。魔導士のローブ、ほぼ変わらん。マジックシールド、装備しよう。あともう一個は、鉄仮面2個持ってるから、豆腐に1個装備させといて、ブラッドメール、魔導士のローブ、シルバーメール。装備いっか。シルバーメールはいいや。で、確かさ、鉄仮面がさ、もう一個手に入ってなかったっけ？どっかにないかな、鉄仮面。なんかさっき拾わなかった、あそこで、あるよね。これをピエールに装備させて、装備させると。よしよしよし、これでいいでしょう。行きましょう。よいしょ。こんにちは。山で暮らすのは女には楽じゃないんだけど、あなたの奥さんなら大丈夫そう。素敵な奥さんを大切にしてあげてね。あ、本当だよね。ビアンカ大丈夫か、マジで。ちょっと心配だね。こんなこと、チゾットのコンパスなくすんでねえぞ、グーグー。チゾットのコンパスってなんだろう。お、小さなメダル。やばい、でもビアンカが心配だから早く行った方がいいかな。もうこの子ったらちっとも食べない。どうしよう。なんか悩みが多いよ。まあ、しょうがない。行きましょうか。ファイト一発。何それ。なんやそれ。頑張れってこと？納金だね。昔は怪物謎出なくても誰でも簡単にこの村に来られた。あ、そうなんだ。あ、教会か。よし、先に行きましょう。もう橋渡りましたか？まだです。橋渡って洞窟を下に降りるとグランバニア。よし、わかりました。行きましょう。なんかあるね。なんかあった今。なんかあったけど、コンパス壊れちゃってる。なんかあったけど、行きましょう。もうサクッと降りてグランバニア行ってさ、ビアンカ休ませよ。ってことで、テクテク歩いて階段降りの。あー、すげえなんか綺麗なとこに来たよ。これ方向合ってる。あ、宝箱ある。小さなメダル。誰がこんなところの宝箱に小さなメダルしまったん。上かな。上でもないね。あ、ドラゴンマットですね。メラミ。え、待って、ちょっと待って待って待って、豆腐とビアンカしかいなくなってる。なんで、いつの間に我らが頼りになるメタリンはどこ行っちゃったの。レベルが上がって、みんな一応馬車にはいてくれるみたいだね。じゃあ、サッ
ク線並び替え、豆腐ビアンカ、ピエールメタリン。おっきゃ、危ねえ。焦った。よかった、敵が大量の時じゃなくて。こっちか？あ、違うね。あれ？もしかして迷子になった私。ホワイト、ダックカイと、完全に迷子かもしれん、今。さあ、お金とかもろもろもらいながらではあるが、1500ゴールドと、あとは、ミミックだった。くそ。いや、なんかビアンカの体調が悪いからさ、なんかいつもみたいに楽しんで冒険できないんだけど、早く洞窟抜けたいね。魔法トラピエールに聞かない。ピエールやるな。メラミメラミピエール豆腐。あ、ミミック強いね。メタリン MP 取られちゃったが、メラミあんまダメージ出てないか。ただよいしょ。え、まだ倒れないの？強っ。ようやくだね。やるね、ミミック。あ、え、ねえ、ミミックさ、小さなメダル落としたんだけど。モンスターが落とすこともあるんだ。え、っていうか、これさ、どこ？あ、こっち？右下か。ちょっと敵多いて、早く洞窟から脱出したいのに、こっちとら。ピエール、メラミ。いや、メラミ強っ。ビアンカの HP がやばい。いやー、イカズチの杖とかな、メタリンに効かないのめっちゃ頼りになるな。豆腐の声で叫んだ。呪文を使うな。豆腐たちの作戦変えられてしまった。めんどくさいことしやがる。ただ、呪文使わなくても大丈夫なんだ。なぜなら、まあまあみんな物理が強いから。よし。そしたら、まず、作戦で、満タン。よし。これで、行きましょう。あ、こんにちは。いやはや、えらい目に遭いました。これ以上先に進まない方がいい。え、なんで？あ、そんなわけにもいかねえんだよ。グランパニア行かないといけないから。オリーノ。いやー、結構大変だね、この洞窟。ちょっとじゃあ、困ってるけど、一旦本日ここら辺にしようか。だいぶ洞窟が洞窟してるから、ちょっとね、長くなるかも。まだ抜けれなそうだしね。この先に進まない方がいいっていうのがどういう理由かわからないけれど、ボスがいるんだったら、それはそれでちょっといろいろ対策をしなければいけないので、ちょっと装備の持たせ替えとかね、やってから次回やっていきたいと思います。ってことでですね、本日はグランバニアに向かって進んでいて洞窟を乗り越えられませんでしたね。はい。次回ね、ぜひ見ていただけたら、豆腐の故郷であるグランバニアにたどり着けるはずですから、ちょっと楽しみにしていただけたらなと思います。ってことで本日はですね、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回もぜひご視聴ください。皆様の良きゲームライフに乗ってます。豆腐でした。バイバイ。